こんにちは、どうも。今日は忙しいところありがとうございます。なんだ、恥ずかす。いえいえ、撮影させていただきたい。でも、すごいよね。あ、で、こんなにもう準備してあるやつが。それはもう、前々から、まだ秋のうちに。ああ。今言ったけど、取りに行かない。キノコ取りに行った時に、キノコの宿でこれ取ってくるわけ。ああ、そう。常にね。わざわざは取りに行かないんだ。わざわざ行ったっけ、なかなかねえんだよ。ああ、そう。キノコ取りに行けば、偶然とある。ああ。けどね、3本でも4本でもしょってくる。山さ、紐持って行って、こう、しばってしまってしょってくる。ガサバって持ってくるの大変だから、丸毛は雑貨に入るから。入るから、うん。そして、コサ持ってきて、生のうちに抜いて、うん。きれいに洗って、カナダワス、うん。あれで洗って乾かして今ずぶんの動画でも乾燥してね。これ昔の人使ったの借りてきて寝てして片付けこういう片付けってあと積みとかそこまであればもう、その人その人が誰かってやつあるでから、あるだから乗りはこうだってことだね。漢字聞いてでもなんかほらこの爪の大きいやつとかとちっちゃいやつとかいろいろあったりするんでしょ。女の人だぞやっぱりどれだったか。あ、これな、これ女の人ですから、ここがちょっと狭くて、やっぱり男またげたずなば、ちょっと爪を大きくねば。ああ、これ大体またぎ仕様なんです。またぎ向け。またげは、これ春用の女。あ、春用。あの、雪が硬いとけど、柔らかいまぬかるべ、何本が大きいばいい。あ、抜かるときは、うん。で、これは春用だから、ちょっと、ちっちゃめって感じ。うん。でもやっぱりこの爪フィッティスマーよ。あ、それは減るですね。肉勝てば。肉勝て。これ片手で作って、イタリアで作ってるんだもん。白口。白口。白口。年寄りだぞは、俺も年寄りなのも、コガの根っていうね。あ、コガっていうの。コガの根、白口、コガ、猿なし。あ、猿なし。ね、ね、名前が3つあるな。これ、それなの。あ、これ？うん。あ、それ。投げはほら、ナビさん入らねえべ、うんうん、だから丸くしちゃったの。あ、これもだから山で取ってきて、うん、これを準備してんですね。日清ずこめるぐらいのやつを山から取ってきて、うん、で、高温でこなくて、ナタで割るんだ。あ、ナタで割るの。ナタで、これでこういう感じに仕上がっていくんだ。割るって言ったって、これも割って削るの？ね、失敗しないように他の方に反り違えないようにやるわけなんだ。そこで引っ張ってくる。1センチぐらいの幅に微妙に取っていく。そう、ビリ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 と裂いて、あの、まだダメ材料と同じなんです。同じ、うん、でこの薄、この厚さにこうだから全部仕上げていくんでしょ。剥いでいくっていうか、削いでいく感じ。この厚さが、厚さは、こういう道具がいっぱいあるんだけども、ああ、誰がやってた時に使ったやつなんだこれ。いらなくなったから。へえ。でこれでこの厚さに削っていくわけだ。一本ずつ。だいたい勘でな。はがってやるわけにね。勘で切るねえ程度に。この白っぽいやつはちょっと若いやつだ。え、でも本当この赤い方が強い。コクワのこうツルがあるじゃないですか。ツルっていうか、うん、それをこう2cm、これぐらいの太さ、2cm5mm、 3cm 以下だな。それを四つ割りにするわけ。四つ割りにする、うん、その四つ割りするのがこれで、あなたのな、これでタンタンとやってずーっとやっちゃえばピョンと方眼変なとこいっちゃうから外れちゃうよね。これ騙してこうやっていくわけね。割れないように、割れないように。で、四つ割りにして取ったやつをさらにこれで、うん、あとでこんなこれに一本ずつ綺麗にこういう厚さに仕上げていく。うん、それも勘だな、勘で。だけど、うん、これだって全然3ミリぐらいじゃねえかな、厚さ。こうなってるからな、ま、丸くなってるから、丸い辺が表になるように巻いていくから。あ、これが大変そうだな。これはこれですごい。これはもう、あの春、3月、4月になれば、ゆず風が乗るべ、うん、で熊のいない時に、息取ってくるわけ、これ。だって今行けば、もう熊いるから。熊もこの肉でくて。あ、そっか、その時期に行くわけ。だから熊が、だから熊いない時にこれもらってくるわけ。へだから、本当は悪取ればいつもいいんだけども。あ、
本当は秋の方がいいんだ。いや休む時にな。ああこの木が休んでる時にね。あとそれはちょっと危ないから。あと今のクマはどこに中いるっているからよ。ああなるほど。で、うん、一体。いいよ。こうね。これもケツなおな。これもこう持ってこねばダメだべ。な。それだけで風から、こうして。ケツだからもういくらかでもこうやって太い方を押すわけよ。今これを何べさいるからな。蓋取るとすぐ寒いで済むんだよ。いうな。いやてかお湯の温度はグツグツ沸いてるぐらいがいいんですね。それで別にその全体をつけなくてもその先っちょの方が曲がりで曲がりたいとこが曲がりが曲がりにくいから、あ、だからちょっと太い方を下向きにこう入れてるわけか今。ほら楽な方がだんだんこっちは曲がってくるべ。この時にこういったなと思った時ね、この首をほらほら丸くなったな。丸の元。なったべ。こうして、いったらば、こんなこれを、取って、これくらいかな。ちょっと待ってよ。こういうから、少し多めに曲げておかねば、ダメなんだな。よ。こうやら、魚のシーズン寝るよな、これ。いいとこだな。これ取れば、こう行くから、これくらいにしておいて、こうやってよ。そしてこれが固まった図でんで、今度はまた言って、このこういうふうに曲げるわけ。それ。それだ今ので大体形決め最初に入れて形決めて、で冷やしてあれなんですね。だからこれです。サミだから、これでいいんだよ。なるほど。そして今度はこれをこっち下げんだな。これそれもう外して大丈夫なんですか？ほら剃ったで。あ、剃ってる。どういうふうにこれとこれと訓練するといえば。こっち細いな、細いところに太いところやるわけよ。あーはーはー。紐同じな幅、寸法が出てくる。でこれをこうやるからこれどっちを曲げるかっていうと、こっちは上だから、こうだな。あ、そういうことだね。またこれやって、曲げる向きを決めて。困ったな。はい。これこれでこういうふうにいくんだから、こうだな。よ。これこうだ。そしてこれをよ。こういう感じだ。こういう感じで。なるほど。これでどれぐらい置くと大体型が、まあどれぐらい置くと、これが、本当はまあ以前の前では置けないんだけど、1日ぐらい置くのね。俺の場合な、みんなどうやって作ってるかわかんねえのも、技なんですね、この反りがね。どういうこと？いろいろじゃいいなと思って。そうですね。やっぱり口も楽な方が曲がっていくから、細い方がな、いっちゃうから誰も何のせだけねえんで。それでこんなことはこういうふうな、
あの時にこれを取って、よっかーっと閉める。ちょっと入れすぎぐらいね。うん。あとこれコツは曲がってコツは回すんだけど、これはまたこの日からつりるから、うん、後で修正する、うん、そしてこれの根はどういうんだっけ、うん、っていうことはこうだな、うん、太い細い方向で、ね、やっぱこれをこっちは曲がるんだから、うん、こうだな、うん、こうだな、コツだな、これまでがいないよね、うん、この波も春になれば山菜焼き咲くんだけど、伊豆人術使えるなと思った時はなんかこれもうちょっと探したい時はね、置いておくと置けばいい、いつもここで一緒にしようかね、こっち行ったらするから、あーその組になるやつを決めて年へ行くと忘れて、なるほどね、今日これまでなべ、はい、根津作ってるんだよ、あー最後根津最後に入れるように最後にスープ入れてやる、 あとピンチにグッスパイ、あなかなかその芸が細かいんですね、いろいろね、でここもだから最初からこう削れてるわけね、その爪が入るようにね、今度はこれを爪用がこれを入れて湯切りからな、ああいろいろやってみようか、これも出しライターもいいですね、これもそうだし、これもそうだし、あちゃんと準備してから始めるんですね、湯切りからよ、あれどこやったのって感じ、間に合わねえかなっちゃう、あ、それもう茹でだったんですね、うん、これ茹でたやつ、昨日の、うん、あれ、はいはい、うん、昨日のやつ茹でて、時間とかあるんですか、どれぐらい茹でるとか、うん、どれぐらい茹でとけばいいみたいなのあるんですか、え、どれぐらい茹でるっていうのはあるんですか、何本茹でてもいい、あ、ほんと、うん、ま、失敗した時困ると思って、うん、多めに茹でてやる、ちょっと待ってよ、最初こう、すぐってなんだ、二人して映すのか記念に、記念に写真やるから、ね、指がつる、これ、慣れねえことしたから、足入れが、こうセンター、うん、これがセンターだから、え、センターっていうことはこれな、これをこんなこと、こう持っていく、こういくわけよ、これセンターに合わせる、うんうん、でこう持っていく、ここ押さえてでこう置いて、これをでこっちはちょっと白いな、うん、白いとでどうするかっていうこと、一回やってみればわからねえんだよ、1、2、3、4、5、6つ
1、2、3、4、5、6つだからもっとこちょこね、いずれかっていうことはこれをもう一歩引っ込ますとこれくらいな、うんうん、してこの身を隠すと、5つで1、2、3、4、5ここに6なで、うんうん、これをスッとひねってスッといったな、ね、やべえ、それをクッと腰パイなわけよ、押さえたまんまでピンつって、でもう少しこっちやりでいいなという時は、うん、これでこんなもんだな、うん、それで微調整してるんですね、あこんなもんだな、これ鉄の刃で叩くとこれ痛むから、うん、でこれで今度同じようにしてこういくりか、うん、でこれさこういっちゃうと爪が引っかかるから、うん、ここに逃げる、うん、ああ爪の先のとこまで、ふっとこうやって一回空にで寝てどうなるかわからないけど、5つうわぁ当たるな、うん、ちょっと待てよ、本当だよ、いや、分かった、ここいっぱいいっぱいだな、ここだ、で、乾けばビシッ、あ、うん、ちょっと長いの、うん、後でまた調整するのも、うん、よし、わこっちは、こっちが上だから、うん、こうあれくべ、うん、だからこれが下触ると指なさってこれが降りて取れてしまう、あでこっちはケツだから、うん、大丈夫だって、うん、これがだから前に出て、うん、上に、これ前は上、ケツが下って、うん、
ああそういうのがあるんですね、うん、でこの晴れ紙は最後に取るって。うん。なんだよな。ああ。でもやっぱりその。いや。微妙に暑さが違うわけですか、その今の。うん。いきます。Hello。広げてか一回あの今朝ひどいユニークになった、乾燥してあの湯気になってしまって、うんうん、これやっぱ熱湯に浸してからやらないと割れちゃうったり、おりおだからパッツンといっちゃうな、うん、たあれだけ乾燥してるから、うんうん、水がなかったら草さ染みていくくらいまで、うん、熱い、熱い、よし行きます。綺麗に。だな、あったな。うん。こうなるんだ。ちゃんと合わせる点がついてるんですね。スルスだな。はあ。うん。なるほどね。なんか全部バッチリ考えて組んである。うん全部バッチリ考えて組んであるんだなっていう、なんか自然のもんだからほらこんなもんからあれ作るんじゃなくても今これグワッと開いたからこれも閉まる今度うんビスッとこれ最後にあったんじゃダメなんだよ、あ、なるほどな、これだけ閉まりねえからうん、はい、それでこれが最後これが腐ってになってるからなうで乾くとまた閉まってくるわけですね、こっちがね、うん、で余計きっちり閉まるとかなり開いた、うん、すごいな、いろいろなんかうわおよし。で、この氷でいいよ、うん。もうこれはこう置いてる、こう置いてるするだろうよ、うん。多少はな、多少はいいんだけど、うん。ああ。すごい。このこれこのアルダーでこの丸めさ合わせて、うん、こうずりないように。こうだって。
削ってるわけね。それも、うん、こっちも同じ。そうだね。こっちも同じだ。こっちも同じ。今、うん、こうずりにんじゃねえかなと全然思ってな。みんなはどうやってるかわからない。こんなとこまで。うん、こうやって削って、あ、なんかこの完熟作りの秘密が全部暴かれてしまいますが、すごいことが分かった。炭焼ちゃおうか。これ生だぜな。
いいね、よしと、これな、これくらいは。全部カード落とすんですね。面を取ったの。うん、面を。バリで。ね、これ早速でいったの。あんでいったの。ああ、なるほど。これこうやって、こう来る。あすがずりにそれぞれ盗みしたんだ。うん、多くなるんだよ、
よし、こうな、まざまねえの、いいな、いいな、メンバー。またね、うん、今日で終わったじゃん。うん、縛る紐、あの、紐が紐はどこにつけるんですか。紐な、紐これはただこうやってやこれでいいんだよ、これでいいの、これこっちを持ってきて、うん、こうやればそれで OK。 ちょっと履いてみて、はい、履いてみて、履いてみて、つなぎ方あ、うん、まっすぐできないだら、うん、こうやるみたい、うん、な、これでね、これでな、これで、下通って通って、下通って、うん、下、うん、それでね、そこやって、これでね、うん、こうして、またここにもひねれば、うん、もう垂れねえとかしょうねえのも、こう、こうやるわけや、うん、で、こうやれば、俺これまだねの人から習ったんだ、いずれずいっぺん履いてもこのまま脱ぎねって、うん、でこれこうやる、こうやる、ただこうやってこれだけじゃ出荷型を脱げてしまうべ、一本入れてこうやって、そしてまだ投げるからまだこうやればいい、うん